レイ君大きくなったら何になる？家を売る人です。お家をね、売ったり作ったりしてくれます。レイ君です。お名前は？住田奈乃です。奈乃ちゃん大きくなったら何になる？イラストレーターです。お絵が得意な奈乃ちゃん、今日はおハロウィンの絵を描いてきてくれました。ありがとうございます。大きくなったらお名前は？はい、小田幸穂です。奈ちゃん大きくなったら何になる？ダンサーです。おーダンサーです、ね、みんな楽しみにしてください。お名前は？ソーライナです。大きくなったら何になる？ダンサーです。ダンサーになるそうです。ちょっとねダンスも見せてもらいたいと思いますね。それでは、お名前は？中村美月です。お大きくなったら何になる？ダンサーです。おダンサーゾンビが今日はいっぱい来てくれています。お名前は？秋元ひまりです。ひまりちゃん大きくなったら何になる？ダンサーです。ダンサーゾンビです。はい、お名前は？大堀ひまりです。ひまりちゃん大きくなったら何になる？保育園です。お保育園のね、お家がね保育園もやってらっしゃるということでね、素晴らしい。それでは今日ちょっと特技見せてくれる人、ダンサーゾンビかな。じゃあダンサーゾンビ行ってみようか。はい、どうぞ。じゃあここちょっと行ってみようか。どうぞ。じゃあ拍手をお願いします。はい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 、どうぞ。はい、うん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 、ゾンビゾンビゾンビでないと、横側横側ゾンビないと、イェイ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 。TikTok で流行ってるダンスとかもねめっちゃ得意な2人です。他になんか今日特技披露してくれる人を行ってみよう。どうぞ。はい、さあちもちゃん、おー側転めっちゃ綺麗。おーもう一人あいちゃん行ってみよう。せーの、いえ体格、体が柔らかいあいちゃんでした。特技いっぱいの大芝ゼロイチのみんなでした。それでは大芝の紹介してくれる人、おーどうぞ。ダンスボートキッズ大芝ゼロイチです。毎週木曜日に幼児から小学生も楽しくやっています。ありがとう。はい、木曜日にねダンスやっているので、あ私もやってみたいみたいなね、あのダンスだけじゃなく体操とかもやってるので、あちょっと体を動かしてみたいっていう人はぜひね現れてみてください。ありがとうございました。それでは次のチームは英語でダンスクラスです。